思ってます。マーベル強い。マーベル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 。キャプテン翼パーティー超強い。キャプテン翼コラボやってんの、ね、俺マジで思ったの。え？と思って。嘘。メンバー30分前。誰もいねえじゃねえか。寒いんだよ。焦らせる。そうなんだよ。センシティブだから。結婚するんだな。そうっすね。おめでとう。ちゃんと祝ってください。祝ってるよ。おめでとうだな。お金くれちゃった。お金あげるよ。お金。ジュース1本くらいでいいっすよ。お金あげる。お金いっぱいあげるよ。いいの？あ、いいよ。じゃあな。はい。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。結婚します、後輩が。おめでとう。え、同い年じゃない？テナイ本当にバテた？まあバテたね。それしか言わないじゃんテナイ。ヤマちゃんもすぐ変わったから。ヤマちゃん俺の体感3分だったけどね。そうだね。そうだね。1点目入った後俺今日何点入んのかなと思ったけど。確かに。おじゃあな。お疲れ。じゃあな来週。山ちゃん、じゃあな、山ちゃん。お疲れ。来週来てね。来週来れないって。来れるよ、山ちゃん。ということでサッカーの試合に行って帰ってきてこれから昼飲みをしていきたいと思いますが、あの今日ね飲んでいきたいのはこちらですね。ドゥドゥン福のもさんというサービスなんですけれども、こちら何かと言いますと、福のもは日本酒に詳しい人もそうでない人も新しいお酒とおつまみの美味しさに出会えるプロジェクト。こちら福島県から毎月酒造を選びまして、蔵元さんがその時期におすすめするお酒4合瓶1本とそのお酒の作り手がマッチすると認めたおつまみのマリアージュをセットでお送りするサブスクサービスですと。2021年3月現在41蔵を紹介と。2016年3月からこちらのサービスをやってるそうで、なんと福島県は全国新酒鑑評会受賞数7年連続日本一を誇る日本一の酒どころです。その7年連続日本一を誇る日本一の酒どころの福島県の蔵元さんがおすすめするお酒とそれに合うおつまみをセットでお届けしてくださるサービスがこの福のもさんでございまして、でまあなんで、急にねこういったサービスを紹介してるかというと、まあ今年2011年3月に起こった東日本大震災から10年ということで、まあこちら福のもさんからちょっとお話をいただきまして、この度紹介させていただくんですけれども、まあそうですね、震災直後福島県をまあ助けるというか、
復興支援の文脈で福島県を助ける、助けるという意味で福島県のものを買う、消費するっていう流れがあったそうなんですよ。まあそれもその流れも非常にありがたかったそうなんですけれども、難しい表現にはなるんですけれども、そうではなく、助けるという意味も非常にありがたいんですけれども、消費者の、ね、方々にはね、助けるために買ってもらうんではなく、美味しいから、好きだからとか楽しいから、そういった文脈で福島県のものを消費するっていうプロセスにしたかったんだそうです。なのでまあそうですね、確かに皆さんのその助けたいっていうお気持ちはありがたかったんでしょうけれども、やっぱそこにあるのって、その7年連続日本1位なんだぞとかね、福島県のものって美味しいんだぞっていう自信というか、そっちでも見てくれっていう、そういう気持ちじゃないですか。でそういった思いに共感したので、この度私、福野茂さんからお話いただきまして、まあ、この動画の中で、まあでもシンプルに多分美味しいものが届いたと思いますので、こちらちょっと開けて食べて飲んでいきたいと思います。ご丁寧に、この度お願いをしたいと思った理由と、私に対してこのね、福野茂さん、福野茂というサービスを紹介してほしいと思った理由まで書いてきてくださってるんですけど、ポップなハラミン様の実況が楽しく、いつも更新を楽しみにしているファンの一人ですと。ありがたいですよ。皆さんと同じ視聴者の方なんですね。視聴者の方が私のチャンネルを見てくださっていて、動画を見てくださっていて、普段よくビールを飲んでいらっしゃるかと思いますが、たまに飲んでいる日本酒も好きであるように感じたので大好きです。今回はご連絡を差し上げました。ありがとうございます。やっぱこうやって視聴者さんから依頼してもらえるのってすごい嬉しいですよね。じゃあ早速開けて飲んでいきましょう。はい、開けました。で今回届いたのが福野茂3月号ですね。3月号、お酒1本こちらだ。ドゥン、純米吟醸生春酒、郡山市笹の川酒造さん。生ということは酵母が生きているということか。だからこれは要冷蔵ですね。ああ要冷蔵ですね。冷蔵しないとこの中で発酵が進んじゃうやつなので、いや届いたら冷蔵庫にすぐぶち込んでくださいね。と、会津地鶏の生ハム。ああ生ハム大好き、生ハム大好き。黒ごまごぼう、黒ごまごぼうさん、はい、こちらと、塩トマト甘納豆、塩トマト甘納豆と、レモン、レモンってなんですか、お菓子ですか。と、国産きのこ味噌汁、味噌汁ありがたいな。はい、といったようなものが届きました。でこちら3月号の締め切りがですね、3月20日ですね。3月20日ですので、この動画、私が今から紹介するのと同じセットが届く申し込みは3月20日締め切りです。で新規入会の方が多数の場合は4月号からの送付となることがありますので、ご了承ください。で全ての、申し込みは概要欄にリンクがございますので、そちらからもし気になるよって方はチェックしてみてください。で腹減ったからね、サッカーの試合終わりで腹減ってるからね、ちょっと米も食おうね。なんせ味噌汁があるから。はい、ということで味噌汁とかね入れてきましたよ。ということでちょっともうまずはビールからいかしてください。試合終わりなんでね、乾杯。昼飲みだー。はぁ、あ、ね、腹減ってんだよ。うーわ、昼から飲む味噌汁いいね。うん、あったまる。うん、ごぼう、ごぼう、うん、つまみにぴったりだね。あ、今日ちょっとまだ寒かったからさ、3月もちょっと寒かった日だからさ、あったまるね、味噌汁ね。うん、生ハム、これ会津地鶏生ハムだよ、鶏の生ハムだ。おお、贅沢に。うん、つまみにぴったりだね、生ハムっていうのはね。うん、うめ、うん、でも震災から10年ですって。俺は関東地方に実家にまだいましたから、当日はビビりましたね。昼頃だったよね、あの時もね。関東は、俺の住んでる地域は寒かったのかな。3月の寒い、ちょっと気温低い日で、3月11日。
お昼ですよね。家でパソコンいじってたら急に揺れてきて、で家俺だけだしかいなかったのかな、俺だけいたから、とりあえず下降りてガス線とか確認して、で外飛び出しましたよね。でかつてないほど揺れたから、こっちが俺が生きてきた中で一番揺れた。びっくりした。で周り見たら他のお家の人たちも外飛び出してて、25歳だったのか。でもこの確かにね、福野さん、福野さんのね、このコンセプトというかね、気持ちというかね、助けたいっていう気持ちも確かにありがたいんだけど、さっきも言ったけどさ、美味しいからとかさ、ね、楽しいからで選んでほしいっていうのはさ、やっぱり自分たちのこのお酒だったり作ってるものに自信がないと言えないよね。だから確かに被災地としての福島で助けたいと思っていただけるのは非常にありがたいんだけども、それもそうなんだけども、いや美味しいお酒があるから、美味しい食べ物があるから他の地域と横一列に見てほしいっていう、そういう気持ちなんだろうなと思って。甘納豆ってのは甘いの？俺食ったことないんだけど、しょっぱいの。トマトだよ、トマト。トマト。お、うん、うん、つまみだ、うまい。私お気に入りこのごぼうです。うまい。日本酒いきましょうよ。私偉そうですけど、そんな美味しくなかったら美味しくないって言いますからね。ただ純米吟醸ってことは大吟醸じゃないのか。大吟醸じゃないってことは私的に好きですね。吟醸の方が好きですね。大吟醸だとちょっと高級すぎちゃうんで。生出しですよ。絞りたて、あ、もうここで香りがすごい。プーンって。フルーティーな香り。あ、でも甘ったるい香りじゃなくって。俺これ多分飲む前ないから分かるけど好きだな、この日本酒。あー好き。あー美味しい。あー俺のちょうど好きな、あのフルーティーすぎる日本酒は好きじゃないんですよ。フルーティーすぎて昨今流行りの女性でも飲めます、日本酒苦手な女性でも飲めますみたいな、フルーティーな日本酒好きじゃないんですよ。ぶっちゃけ辛い方が好きなんですよ。ただ辛いのだけ飲んでても、あのフルーティーさやっぱ欲しいなと思ってて、それのほんとちょうどいいところだ。辛さ結構きつくて、でもフルーティーだ。さすが純米吟醸。吟醸酵がよく出る酵母を使用してます。フルーティーな香りが高く、リッチな味わいと軽いクリーミーな感じが調和した滑らかな味になってる。いやそんな、もうそんなじゃなくて、ただ好きです、この酒。これうまい、俺好きだこの酒。うん、おいしい、この日本酒おいしい。あーこの日本酒うめえ。でお申し込みの時に備考欄にハラミンさんの動画を見てって書くと、おまけのお酒もう一本つくらしいので、ぜひとも皆さん書いてください。 おまけのお酒は先着500名様だそうですので。はあうめえ。今日はね勝ったんですよ、サッカー。今日勝ったんですね。3-1で勝ったんですよ。3-1で勝ったんですからね。俺ずっとセンターバックだったんで、最近サイドバックもやるんですけど、サイドバックってのはそんなに走るのかっていう、こんなに疲れるもんかねっていう。だからちょっと自分のトレーニング的にね、センターバックばっかりやってるとボールを触る回数が少なすぎるしね、走る回数が少なすぎるから、ちょっと自らサイドバックを今やってるんですけど、その方が運動量確保できるし、ボールタッチ増えるから。だから今まではセンターバックで前後半やってたから、みんな疲れたのかって言っても見て、試合って別に疲れなくねえと思ってたんだけど、試合って疲れるよね。
今回は福の茂さんをご紹介させていただきましたけれども、いやこれマジでこれおすすめだわ。春酒めっちゃうまい。でさっきも言いましたけれども、これと同じねセットが届くのは3月20日が締め切りですのでね、皆さん、お求めの際はお急ぎください。申し込みページは概要欄にリンクがありますので、そちらからお申し込みください。そして、備考欄にハラミンチャンネルを見てって書いていただけると、おまけのね、お酒をもう一本プレゼントするそうですので、ぜひともよろしくお願いいたします。ふぅ、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、勝ったし、最高ですね。ちょっと午後、寝たいと思います。さよなら。